Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということで、今回は、ちょっと面白い企画です。企画というか、後でまあ許可は取るんですけど、ある大学で、キーパーの指導をしている女性の指導者の方と、今日ちょっと、話すことになったので、今回はちょっとね、その様子をちょっと公開したいと思います。やっぱなかなかその女性の指導者に出会うことっていうのも少ないですし、昔はそのあるサッカースクールでちょっとお世話になってたことがあって、そこではあの結構女性の指導者の方が、すごい女性の指導者の方々がいっぱいいらっしゃって、あのそういう人たちとまあ話す機会があったんですけど、あのタイとかあとは福岡に戻ってきてからはなかなかそういう女性の指導者の人とのこう会話っていうのがあまりなかったので、すごく嬉しいですし、さらにあの女性の指導者とキーパーの話をするっていう経験が自分自身あんまりなかったので、ちょっとすごいそれは楽しみだなって思ってます。はい、今回あのお話しする人とはあのツイッターのあのでちょっと回ってきてあの参加したあるグループがあるんですけど、 Wiz っていうあの女性のスポーツでこうスポーツ界で活躍している活動している活動したい、女性の方々でこう構成されているグループなんですけど、そこであのちょっと知り合った方であのキーパーのこと学びたいですっていうことだったんで、ちょっと今日は一緒に話をしよう、直接顔を見ながら話をしようっていうことで、あのオンラインでライブミーティングをすることになりました。はい、ぜひあの女性の方でスポーツに関わってる方、あの仕事スポーツを仕事にしたいって今活動されてる方いらっしゃったら、ぜひあの Wiz の方に来てもらったら、本当にあのすごいモチベーション高い女性の方々がいっぱいいらっしゃるんで、ぜひあの入ってみたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、概要欄にあの情報載せとくんで、もしよかったら見てみてください。はい、はい、じゃああと5分ぐらいで始まるので、あの許可取れるか分かんないんですけど、はい、ちょっといろいろいい話ができたらいいなと思います。はい、選手ではなくコーチっていう形ですか？はい。あ、そうなんですね。で、将来的には指導者になりたいっていう感じですか？はい。そうです。キーパーのですか？それともサッカー、普通のフィールドの？いや、そうですね。まあ、フィールドで一応キーパー専属ではなくて。うんうんうん。で、今その、なんていうんですかね、別で専門のそのコーチの方がいないので。はいはい。まあ、自分が代わりというかでやってるっていう感じですね。なるほどですね。専門がいないからっていうことですね。はい。なる勉強になりますし、自分も全然わからないので。なるほどですね。なんか悩みとかってあります？最近の。そうですね。やっぱその、結構こう、自分たちのこのチームの練習の中に、まあ、クロスシュートの練習と、うん、あとポストシュートの練習を基本だいたい毎回練習の最後に入れてるんですけど、やっぱそこでのポジショニング見てほしいだったり、うん、今のはこう前に出るべきなのかとか、うん、まあそういうところの部分がやっぱりそう、もう的確にはやっぱ分からないので、あ、こっちから見て感覚として、まあだいぶ最近はなんとなくちょっと分かるようになってきたんですけど、やっぱこうどこまで前詰めて、こう相手がこうワントラップしたらちょっとボールが長くいったら、ちょっと前に詰めるじゃないですか、こうしっかり止まって、うん、ポジショニングを取るんですか、こう止まるっていう部分だったりっていうのをこう自分で判断させようっていう、はいはいはい、いろんな練習の取り組みはしてるんですけど、うん、やっぱ自分もそれが今のが正解だったのかとか、うん、っていうのがやっぱ判断難しかったり、あとこう、なるほどですね、まあ、決められた後の体勢とか見て、うん、今のはやっぱ判断早いんじゃないかなとか、うん、今のこういう風に倒れちゃうかとか、すごいこっちでは思うんですけど、うん、それが
選手にとって正解なのか正解じゃないのかがやっぱ分からないというか、うん、なるほどなるほどいう感じです、ね、そういうことですね。でその YouTube とかってこう上がってるのとかってなんかトレーニングの意図何の練習してるのかなって分かります？分からなくないですか？ものによりますね、はい、とかそのなんか複雑に組み合わさったりしてると、うんうん、何がメインなのかなとか、うん、っていうのはまあ分かんなかったりします。分かんなかったりとか、あと教えてるポイントがどこなのかとか、どういう指導をしてるのかとか、ね、っていうの分かんない。何を見てるのかとかが分かんない。ですよね、ですよね。はい、例えば出る出ないっていう判断をする前に、そもそものスタートのポジションが、ゴールにへばりつきすぎているとか。一人、すごい弾くのが癖になっちゃってるキーパーがいて、こう自分がこの考えではこう弾くよりももっとキャッチしてほしいって思うんですけど、その考えって合ってますかね。まあ選手いろんな人に聞くとこうまあもう弾くしかないっていうボールに対してはいうのはあるからっていうのは言われて、まあそれはしょうがないかなと思って見てるんですけど、明らかにこう顔の前だったりっていう部分のところに来るようなボールをこうわざとこう弾くようにするっていうのは、どうなのかなと思う。見てみてどうでした？いやすごい勉強になりますね。いやあんな起き上がり一つにこんないろいろあると思って、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、その時の起き上がり方とか足の運び方とかも同方向と逆方向で全然違うんですよ。でもコーチがそれを知ってないと教えられないじゃないですか。はい、それだけの知識をやっぱ自分の中に落とし込んでおかないと、自分はこう教えてるつもりでも選手が成長しないと意味ないじゃないですか、やっぱり。で自分が知らないことで選手が上手くならないってなると、っていうのはやっぱあると思うから、そうですよね。そうなんでやっぱりそこの知識を入れるっていうのはすごく大事だと思います。勉強になります。いえ、もう全然。やっぱお金を払ってでもそういう知識を得に行くことはすごい大事だと思いますね。自分も学生の時はやっぱり学校の勉強もあって、そのバイトもして、でサッカーも教えないといけなくて、もう大変じゃないですか。めちゃくちゃ大変ですよね。いや、わかります、わかります。でやっぱ女子の、ね、コーチとかっていうのはやっぱいろいろ大変じゃないですか。また男子の方とは違ってですね、はい、いやだからやっぱりそういうところで、まあ、お金かけたくないな、できればかけないで知識得たいなって自分も思ってたんで、はい、ぜひぜひ。今もういろんな情報がいっぱいいっぱいすぎて。そうなんですよね。時間が。いや、わかります、わかります。時間がないです。Twitter とかも見ててもめちゃくちゃいろんな情報が飛び交ってるじゃないですか。はい、でも、あれですよ、結構、適当なこと言ってる人いっぱいいますからね。あ、全部鵜呑みに。そこがまだ区別が。いや、そうなんですよ。そこなんですよ。本当にツイッターとかの無料の動画には騙されない方がいいです。本当に。なんかもう難しい言葉並んでたら、なんかちょっとこいつすげえのかなとか思っちゃいます。ああ、わかります。そうですよね。それは思います、思います。なんかこう、いかにもこう、すごい、こう、ビョーンって飛んでるプレイに結構目いっちゃいません？いっちゃいますね。いっちゃいますよね。いっちゃいますよね。はい、でも、実は、さっきも言った通り、その前のポジションが悪かった、言わないといけなくなっただけでとかっていうのも全然あるんで、はい、それは本当に。最近はでも、すごいそこは考えるようになりましたね。その前のプレー、相手がシュートを打つ前のプレーからもう入らなきゃいけないっていう。そうですね。今日。はい、今、ミーティングライブミーティングが終わったんですけど、やっぱり教えるにあたってはいろんな知識をキーパーコーチがいろんな知識であったりとかいろんな引き出しを持っておくことも大事だし、練習をやってる時にそのキーパーがなんでそのプレーができないんだろうとか、どうしたらできるようになるんだろうっていうのを発見して
解決をしてあげるっていうことができないと、やっぱりあのキーパーは成長していかないなっていうのはすごいあの改めて感じた部分ではありますね。あとはやっぱりその自分も以前はそうだったんですけど、やっぱり練習メニューとかあとはキーパーの知識っていうのはなかなかそのフィールドの選手たちよりもあの表に出てるものが少ない。逆にそのツイッターとかYouTube で出てるような映像って本当いろんな情報が本当に飛び交ってるので、どれが本当で本当というかどれが正しくてどれが間違ってるのか自分でセンサーができないっていうことになってくると、やっぱりキーパー自分が教えてるキーパーにもそういうのが影響してしまうから、やっぱりその知識を得に行く学びに行くっていうのは大事なんですけど、やっぱりその無料のそういった媒体 Twitter とか YouTube とかそういう無料の媒体で得られる情報量っていうのはちょっと限られてくるんじゃないかなって。でやっぱトレーニングの意図とかも無料の媒体だと分かりにくいですし、何の練習をしているのかどういう指導をしているのかっていうところだとっていうのは分かりにくいと思うんで、はい、まあそのキーパーのプレーを変えるためにまずはキーパーコーチが意識を変えるっていうのはすごく本当に大事になってくると思うんで、これからもちょっとねいろんなキーパーコーチだったりとか女性コーチの方と交流しながら自分も成長していけたらなっていうふうに思います。はい、またあのトレーニング頑張って選手たちはもっともっと日本のキーパーもっともっと上手くなると思うんで、もっともっと上手くできるようにトレーニングしていきたいと思います。それではさよなら。